かつて人間は海に青春をかけた。七つの海にはロマンと野心、冒険心と光明心が炎と燃えて激突していた。そして今、西暦2200年の若者は宇宙の海へ挑む。そこには我々の想像を超えた世界が待ち受けているのだ。この星はいつまで安全でいられるのか。全くです。一刻も早く全国民を果樹惑星に移住させなければならないという時なのに、政府は何をしているのだ。カポネイロ星にフォルテス司令がお出になりました。おお、フォルテス、どうだ。我が艦隊はもう防衛ラインに到着したであろうな。ご安心ください。抜かりはありません。そうか、さすがにやることが早い。だがホルテス、言うまでもなくお前の指揮する絶対防衛ラインは我がガルベストンの最後の砦だ。何としても守り抜かねばならん。心得ております。備えは万全であろうな。はい、目下のところいささかの不安もありません。しかしホルテス、私としてはバトルアタッカーをあと 2,3 機そちらに向かわせようと。何をおっしゃるんですか、総司令。敵とてダイラガーはただ一機。しかも、両軍の戦力は五分と五分。ですが、血のりを得た我が方が言えばよ。あと忘れてこの私にお任せください。しかしだな。お気持ちはわかりますが、バトルアタッカーは万が一に備え、本戦に留めておくべきです。その万
が一が心配なのだ。総司令、それほど私を信用なされないのですか。分かった。では敵絶対防衛ラインまで距離1000宇宙キロ。無人探査機発進。無人探査機発進します。無人探査機発進完了。計器作動異常なし。よし、データが入り次第直ちに分析報告せよ。了解。艦長、水臭いじゃないですか。どうして俺たちを探査に向かわせてくれないんですか。焦るな、アキ。全ては大樹の前だ。お前たちの命を危険にさらすことはできん。何を言ってるんですか、艦長。俺たちは戦いにやってきたんです。そんな命の心配なんかしていたら戦争なんかできません。いいか、よく聞け。俺たちが次に戦わねばならない場所は、例の宇宙図によれば敵の絶対防衛ラインだ。敵は我々の本性突入に備えて総力を挙げて待ち構えているに違いない。今までとはわけが違う。では俺は今から作戦会議のため機関に向かう。アキ、ウォルター、ギーツ、しっかり後を頼むぞ。はい、はい。サーク隊長、総司令部の同志、たった今緊急の知らせが入りました。地球の艦隊が間もなく絶対防衛ラインに到達。戦闘が開始されるものと思われます。とうとうそこまでやってきましたか。サーク隊長、司令部も本部も今や全ての目がそちらに向いています。今がチャンスです。一刻も早く我々も行動を開始すべきです。お待ちなさい。まずこのことを軟禁中のテレス司令にお伝えしなければ。テス内務長官からの連絡はまだですか。もはや猶予はなりません。私がテレス司令にお伝えしましょう。王宮は私の職場ですから。第4ポイント、戦闘準備 5% 遅れています。急がせろ。見たまえ。あれが例の地図にあったガルベストン絶対防衛ラインだ。まもなく敵の様子が映し出される。2時間、たった2時間で終わるわけないだろう。上からの命令なんだ。頑張ってくれ。頑張れ。こんな状態でどう頑張るって言うんだ。物資は少ない。たまに来る材料はガタが来て掴むのになんない。機械だけじゃない。俺たちだってここしばらくろくなもん食ってないんだぜ。そんなにとなると腹減るぞ。みんな同じ気持ちさ。本性があの状態じゃ補給は無理だし、過重惑星の移住計画が進まない今は他の惑星からの補給も望めない。ガルベストンは今追い詰められている。だがな、あの星はまだ俺たちの星だ。どんなことをしても守らなきゃならないんだ。戦うってことは腹が減ることだとな。敵飛行物体接近。スクリーンに映せ。探査機です。直ちに迎撃ミサイル発射。迎撃ミサイルだ。くそ、探査の邪魔はさせん。護衛ミサイル発射。迎撃隊発進。
予想通りかなりの艦隊を集結させているようです。おそらく敵は持てる力を全てつぎ込んでくるだろう。しかしあの堅固な防衛ラインを突破するにはよほどの覚悟がなければ。私とてそれは覚悟の上だ。再び生きて帰ろうとは思わぬ。諸軍にはまだ伝えてなかったが、すでに3日前私は連邦防衛軍司令部に対し、我々亡き後のガルベストン本勢攻撃のため新たなる連合艦隊の派遣を要請してある。では作戦を伝える。この星の命はいつまで持つのだろうか。テレス司令、散歩の時間は終わりました。どうぞお部屋へ。こんなところで何をしている。はい、ただいまテレス司令のお食事を。食事なら向こうが入り口だぞ。はい、ついうっかりしておりまして。早く行け。はい。よし。サーク隊長の伝言をお伝えします。あなたの副官サークは現在ゲリラのリーダーをしております。サークが。それでその伝言を、間もなくガルベスの艦隊は絶対防衛ライン上で地球艦隊と交戦の模様。何？球児、何をもたもたしている。はい、ただいま。接艦停止。いいか、俺たちの任務はまず待つことだ。他の艦隊にどんなことがあっても動いてはならん。いいな。そんなじれったいことを。命令だ。はい。大艦隊、撤退してくれ。敵艦隊の一部が移動を開始しました。何？動き出した。よし、砲撃用意。撤艦、砲撃開始。全訪問展開。死ぬな。敵を崩さず突っ込んだ。3番砲とビームエネルギー異常なし。うわあ。第二艦隊、敵防衛ラインを突破します。問題はこっからだ。頼むぞ。ホルテス、何をしておる。地球艦隊第一波、展開して防衛ラインを抜けます。行動を取り、背後より攻撃せよ。護衛の地球艦隊もしっかり見張っていよう。奴らは今に必ず動き出す。そうだ、その調子だ。ホルテス、他の艦隊はどうした。依然まだ動きは見られません。連中、一体何を考えておるのだ。くそ。艦長、行かせてください。このままでは第二艦隊は全滅します。よし、出撃スタンバイ。はい。出撃じゃないんですか。そうだ、スタンバイして待つんだ。不服か聞いて。いえ。よし、第三艦隊は第二艦隊の援護に向かえ。第一艦隊は防衛ライン司令部を叩く。全速前進。敵艦隊の一部が我が射撃艦隊と交戦状態に入りました。お、残りの艦隊がこちらに向かってきます。皆さんに我が方の戦力を踏んだし叩こうという作戦だが、アステロイドベルトでの戦いは我々が有利なの。奴らを一石たりとも通すな。我
あれは防衛ラインの勇者なのだ、行け。第32番、有形隊発進用意。第32番、有形隊発進用意。突撃するとこんなまずいものも食えなくなるな。足か。出撃できないのか。パトラザカーだ。よし、来るなら来い。徹底的にやってやるぜ。よし、アキ、俺だ、キス、平川で出撃だ。了解。アステロイドベルトの中に誘い込むつもりだぞ。あの中は奴の守備範囲で危険だ。しかしいつまでもこうしているわけにはいかない。ウォルター、キッチ、行くぞ。了解。敵の懐に入り込め。奴らを潜り込ませるな。よし、もう一発の見舞いだ。貴様ら中に俺の星を渡せるか。くらえ。なぜビームが出ないんだ。くそー、このポンコツが。うわっ、こいつは化け物か。うわっ、くそー。うわ、早い。パティ、ウィングビームだ。撃て。ウィングビーム。勝敗は記録の差だ。みんな頑張るんだ。バトルアタッカーがやられました。しかも我が艦隊の被害も甚大です。司令、このままでは。敵の兵力は、敵艦隊3分の2は壊滅しております。それだけ追い詰めていながらこんなに苦戦しているのはなぜだ。ホルテス、この様は何だ。早く体勢を立て直せ。残る艦隊はあと10隻。そうして、なんだ。申し訳ありません。もはや勝利の道は閉ざされました。何。かくなる上は全員死してお詫びをします。そ
た司令は通信回路を断ちました。全軍に第一非常戦闘態勢を発令しよう。本戦決戦だ。足も失礼、我々の残存艦隊にはもはや敵司令部を破壊させる力はありません。ここまで追い込みながらあと一押しなんだ。パティ。はい、チーフ。いいか、敵司令部の損害状況とダイラガーミラクルビームの有効射程距離を急いで調べてくれ。了解。アシモ司令、ダイラガーナッチーフより通信が入っています。アシモ司令、ダイラガーミラクルビームで敵司令部にとどめを刺します。頼む、もはや我が艦隊の力では。分かっています。今からパティがミラクルビーム発射の位置をお知らせしますから、その射線上から撤退してください。ダイラガーは5分後にポイント RZ5 からSR3 の方向に出します。敵艦隊が撤退します。何、一体どうしたというのだ。ダイラガーです。ダイラガーがこちらに向かってきます。ダイラガーでここを落とそうというのか。集中砲火を浴びせろ。有効射程距離まであと3、2、1。ダイラガーミラクルビーム。絶対防衛ラインが全滅。次はいよいよガルベストン本勢です。名もない花をいたわるように、見知らぬ命守れるか。旅に出るとき送ってくれた君の言葉を忘れない。星から星へ、人から人へ、溢れる想いを、幸せを雪に変えて伝えたい。君の心を伝えたい。地球艦隊はついにガルベストン本星に突入した。大激戦の中でサークたちはテレスを救出しようと立ち上がる。飛行艦隊ダイラガー15、ガルベストン攻防、お楽しみに。